おはようございますす星野瑠璃です2020年武蔵野ステークスとデイリー杯2歳ステークスの予想。ということでこの動画では土曜日に行われる2つの重賞の予想をしていきたいと思います。とまずは東京で行われるダート重賞の武蔵野ステークスの予想ですと。それではいつも通りデータから紹介していきたいと思います。 まずデータその1。前走一着馬去年は不発に終わったデータになるんですが、武蔵野ステークスはとにかく前走一着馬が強いレースです。過去10年で前走一着馬が6勝もしているので、今年も頭候補として期待したいと思います。今年の前走一着馬は、検信校、タイムフライヤー、 レピアウィットオメガレインボーの計4頭となっています続いてデータその23歳馬武蔵野ステークスはサ歳馬サでも馬券に絡むケースが多くって過去10年で7頭が馬券に絡んでいて2勝していますで金量差がそこまで大きくないだけに、まあ、かなり健闘しているかなと思います 特徴としては、馬券に絡んだ3歳馬は3勝以上していて、特に4勝以上している馬が狙い目となります。で今年出走する3歳馬は、剣信校とデュード番の2頭ですで。2頭とも3勝馬になるんですが、できれば4勝以上している馬を狙いたいといったデータになりますので、まあ、軸候補として、まあ 信頼するのはまあ少し怖いといった感じかなと思います続いてデータその3当年のプロキオンステークス出走馬武蔵野ステークスはなぜかその年のプロキオンステークスに出走していた馬が馬券に絡むといったケースが多いです過去10年で該頭馬が11頭も馬券に絡んでいます で同じ左回りの中京で行われているからというのもありそうですが、プロキオンステークスがと阪神開催時からのデータになりますので、阪神開催の、ま、今年のプロキオンステークス組も狙い目です。今年出走する該当場は、サンライズノバ、エアスピネル、スマートダンディ、ワンダーリーデルの4頭となっています。 で続いてデータその4当年のフェブラリーステークス3着以内の馬同じコースで行われる g 1のフェブラリーステークス高層馬はもちろん狙いたくなるところなんですが武蔵野ステークスではかなり不審な傾向にあります2000年以降で外頭馬が10頭出走していますが馬券に絡んだのは1頭のみとなっています で人気になっていて負けてるという馬も多くって、まあ、なぜここまで成績が悪いのかというのは、まあ、ちょっと分かんないんですが、まあ、ただここまで成績が悪いとなると、まあ、何か原因がありそうな感じがします今年はフェブラリーステークス1着のモズ・アスコットと3着のサンライズ・ノバが出走してきますが、まあ、過信は禁物といった感じのデータです続いてデータその後 金量5 8キロ以上の馬こちらが金量5 8キロ以上の馬の成績の一覧です表を見て分かる通りフェブラリーステークス高相場が多くってでその他の重賞でも実績があるのでフェブラリーステークス高相場の成績が悪いのは金量が影響しているとも言えるかもしれませんで今年はモザースコットが5 9キロで サンライズノバが5 8キロで出走してきますので、まあ、やはりこの2頭というのは、まあ、ちょっと危険な感じがしていますということでここからはまとめに入りたいと思います私の本命は11番のタイムフライヤーにしたいと思いますと去年の2着馬になっていて今年のフェブラリーステークスで5着と構走した馬ですで今年は北海道の2着馬 2連勝はまあかなり強い勝ち方だったので、まあ、やっと本格化したといった感じですで芝スタートの東京マイルは間違いなく合っているはずだし東京重賞をまあ勝ちまくっているルメール騎手なので、まあ、ここも期待したいと思いますで以下はプロキオンステークス組を中心として7番のエアスピネルと8番のワンダーリーデルを本戦にしたいと思いますななので買い目なんでんすが 生錬で11番から3、7、8、13の4点。で、3連服は1等軸流しにして11番軸で相手が3、6、7、8、13、15の15点。まあ、このあたりを資金配分しながら買おうかなと思っております。で続いて、デイリーハイ2歳ステークスの予想。とデータ、その1、2勝馬 キャリアの浅い馬たちの戦いになるんですが、まあ、ここは2勝馬が狙い目となっています過去10年でで頭が馬券に絡んでいますで今年の該当馬は鳳凰アマゾンとカイザーノバの2頭となっています続いてとあ続いてじゃないやここからはまとめに入りたいと思います 私の本命は1番の鳳凰アマゾンにしたいと思います。新馬戦は2着に負けてしまったんですが、負けた相手に前奏のドジギクステークスで勝っているので、新馬戦の負けはまあ仕上がりの差かなと、仕上がりの差だったのかなと思います。今回は特に強力なメンバーもいないので、ここは3連勝に期待したいと思います。 で2番手に挙げたいのが2番のレッドベルオープと新馬戦で負けたステューティーはとアルテミス・ステークスで4着と構想しましたでこの馬自身は2戦目で落勝したので、まあ、今回のメンバー相手なら重賞でも好勝負できると思いますで藤原調教師と,と福永ジョッキーのコンビに期待したいと思いますで以下は 4番のシティレインボーと5番のスーパーウーパーあと6番のカイザーノバーまでということで買い目なんですが8等というまあ小灯数なので3連服はオッズが安いかもしれないんですが、まあ、とりあえずは3連服を買いたいと思いますでオッズが安いようだったら当日に3連単に変えようと思ってますので、まあ、そのあたりはまあオッズを見ながら相談したいと思いますじゃ三3連服で2等 軸流しで1番と2番から456の3点で当日オッズを見て3連単に変えるかもしれませんとじゃあこんな感じでまた武蔵野ステークスとデイリー杯2歳ステークスは、まあ、当日の傾向パドックの状態馬体重の増減あとはオッズ天気などを見てと最終的な解明はブログの方で書きたいと思います 私のブログは twitter をフォローしていただければ、ブログが上がればツイッターが上がるようになってますので、twitter の id は概要欄に記載しておきます。よろしければ検索してフォローしてみてください。じゃあこんな感じで2020年武蔵のステークスとデイリーハイ2歳ステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。